トゥナイトファイブ。さて始まりましたギャングマンモスのトゥナイトファイブの時間です。よいしょー。はい、時刻は11時でございますよ。おいしょ、始まりました。今週もね、もう無事始まりましたけどもね。そうですよ、もうね、はいはいはい、また暑くなってね、もうだからね、大変してます本当にね。えだからなんか寒くなっていくのかなと思ったら、うん、そう今年の読谷祭りは寒いんじゃないかとか思ってたんだけどな。俺はもう期待してたよ本当に、寒くなっていくのちょっとワクワクもしてたけどな。ちょっと前によく買ったって話したでしょ。だからこの洋服が今いくらになってるか見に行ったわけよ。いや気にしすぎだろお前。案の定値下げしてたよ。まだ一回もまだ一回も履いてないのに。マジでどんまい。まだまだ暑いぞ。やばいぜマジで。今週は暑いらしいからね。またもう最悪よ本当に。名札トランクでよかったよ本当に。取ってないんだ。自慢できるからもう俺は。いやいいだろ別に。俺はこの値段で買いましたって言えるからね。いやもったいなって言われるだけでお前。いやもったいなお前って言われるだけで。今買えばいいのにみたいな。今買えばいいのに、なんで9月の末に買ったのって言われるよお前。交代っていうあれあるのか。交代っていうあれあるのか。あるかや。だって名札ついてる。レシートはないけど。ダメですよお前。ダメですか。それはダメですよ。マジか。もうデイショックだからもう早く寒くなってほしい本当に。ね、もうずっと暑いですからね。うん、本当に暑い。みんなは暑い方が好きなのかな。寒い方が好き。いや寒い方が好きって聞く方が俺は多い気がするんだけどな。チャキはどっちが好き。俺寒い方が好き。寒い方が好き。寒い方が好き。俺も寒い方がね、どっちかというと好きだわけ。暑いの嫌い。なんて沖縄にいるけど、うん、で沖縄の夏って言ったら海やし、海なんて行かないやし、海行かない。いや行かんわ俺。海行ったら足怪我するだけだよマジで本当に。俺今年1回だけ入ったわけ海。まあバーベキュー、ビーチパーティーがあって、はい、ちょっと気合入ってから、うん、泳ぎに行ったわけよ。おーいいですね。速攻足切ってからよ。死に痛い。ずっともうそういうのがあるから。ビーチで。そう、お前漁港とか行かんかったら大丈夫。あ、漁港は行ってない。漁港に行ったらもう完全に足やらもう体中怪我しまくるからや。いやいや、今日は前回はね、だから、ビーチパーティーで、普通にビーチ行きましたよ。で、泳いで。は？もう近い話、9月に入ったら。あ、もう9月。いや、9月です。9月の末ぐらいですかね。あ、全然入れた。あ、全然入れました。いやだから早く寒くなってほしいですよね、うん、もう昨日は、ね、だからね、このなんちゃの東京に行ったじゃないですか、8月ぐらいですか。あ、行きましたね。あ、9月でしたっけ。あれは9月ですね。9月の11日行った時にね、こうなんかうわあっち暑かったじゃないですか。暑かったみたいなこと言ってて、なんか東京の人とかが、うん、沖縄、東京の方が暑いんですかみたいな感じでちょっとワクワクしてたわけよ。なんか言わんければよかったなと思って、なんか嬉しそうで、なんかちょっと腹立ってしまって。東京の方が暑いことか、うん、なんでよや。だって沖縄の方が暑い時間が長いやし。あ、まあまあまあそうだや。なんか言わんければよかったな。なんでよ別にいいだろ。なんでよ、それはマジ別にいいと思うよ。なんか言わんければよかったなと。いやー早く寒くなってほしいですね。そうですよ、もう10月の今日は20日、おですよ。10月の20日も、うん、10月の下旬。下旬でございますよ。下旬ですね。はい、はい、ということでこのトゥナイト5という番組は、我々吉本若手芸人5組が月曜から金曜の11時から1時間楽しくお送りする番組となっております。はい、そして火曜日を担当しますギャングマンモスです。よろしくお願いし、マンモスパオーン。いや、お願いします。お願いします。はいはいはい、はいはい、今日もね、楽しく頑張っていきましょうね。はい、なんかメッセージ来てますかね。メッセージいっぱい来てますよ。はい、お願いします。はい、キーちゃんさんからですよ。はいはいはい、こんばんは。こんばんは。今日も楽しみにしてました。また暑くなったんですね、ということですね。また暑くなったんですよ。本当にね、今日も楽しみにしてくれてありがとうございます。本当によ、本当にキーちゃんはお利口さんだよ。お利口さんだね。あ、うん、みんなお利口さんですけどね。もうキーちゃんはお利口さんです。でももうキーちゃんも変態の域に達してきてるから。あ、もうド変態よ、うん、ド変態ド変態もド変態よ、もう本当に。はいはい、コウタさん来ました。あ、コウタさんも変態ですから、ね。ド変態もコウタさんもド変態よ。ド変態の実食ったらもうド変態の実。なんかさ、悪魔の実の能力者ですよ、これ。能力者なんだね。うん、ド変態の実、うん、最悪だや、うん。はい、こんばんは。はいはいはい、こんばんは。今日は新聞広告の日っていうことですかね。
へえ。そうなんですかね。10月20日が。俺新聞読まないんですよね。読みますか。最近新聞読むね俺。ちゃんと読んだ方がいいねやっぱり。もう読んだ方がいいと思う。なんかね情報がいっぱいすごいよ。でも新聞言ってたの。スポーツ新聞。スポーツ新聞も読むし、俺普通にあの、うん、タイムス琉球新報。あ、まあ、どっちかもう、はい、読むんだ。普通に分厚いやつ読んで、経済とかのやつ読んで。すげえ。毎日毎日。毎日。全部っていうか、まあ、一応名刀すぐらいですけど、あ、はいはいはい、読むようにしてますよ。素晴らしい、はい、いろんなこと書いてますからね。最近なんかじゃ あ, あの読んで、うん、一番なんか自分のなんていうの、身になったなっていう、身になったな、うん、身になったなっていう、知識についたなみたいな。あ、知識についてですか、うん、まあ一応本当に真面目なやつしかないんですけどね。何ですか。いや、この話するんですか。よかったなと思って、この新聞読んでよかったなやつですか。読んでよかったなみたいな、この、はいはいはい、得したなみたいな、得したななのかな、中部の、うん、建築業者が、うん、談合して捕まるっていう話を聞いて新聞で読みましたけど、うわー、よくないなと思って。そっけお前、もう人の不幸が楽しいな。楽しいだけも本当に。いや違う違う、全然なんて、ね、自分の身にもなってないと思うしよ。ただただ人の不幸を楽しんで。そんな性格悪いやつじゃないですから、まあまあまあ、僕は。そうですね、はい、ありがとうございます。みすずさんから来てますね。どうも。はい、俺たちギャングマンモスのお二人さん、こんばんは。こんばんは。久々に見ましたよ、今夜もよろしくお願いし、ね、マンモスパオーン。はい、ありがとうございます。最後までね聞いてください。久々ですが。久々ですね。久々だからね、もう気合入れていきますよ、はいはいはい、僕たちもね。そうですね、頑張りましょう。はい、お願いします。はい、なっさんから来てます。はい、なっちゃん登場ですよ。よっ、なっちゃん。なっちゃんもきーちゃんよりお利口さんです。お利口さん、お利口さん。いやいや、これあれ、お前これあの、何これあいつのだろお前。何、誰。ジャクソン。ジャクソンって誰だろ。ジャクソン。ジャクソンって誰だもん、お前。おや、ジャクソン、エミよ。おや、ジャネットだよ。おや、ジャネット、エミだよ。ジャクソン自体やね。ジャクソンでしょ、お前、これ。ジャクソン、ジャネットって。はい、レオナさん来てます。はい、こんばんは。こんばんは。お、コウタさんから来ましたね。誰がド変態じゃ。あなたです。よろしくお願いします。そこのあなたです。もうどっからどう見てもですよ、もうこのもう笑う。どっからどう見ても。俺はどっからどう見てもとか言ってないですからね。まあそうですね、うん、レオナさんから来てました。2連チャンいきましょう。コンティニューコイン、コンティニューコイン、チャリン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 、ありがとうございます。お、キーちゃんさん来ましたね。ギャングマンモスさん、変態呼ばわりされるとは思いませんでした。てんてんてん、プニプニだ。プニだったんかい、これ。プニじゃないだろ、お前。褒め言葉として受け取りますね、ということですね。もう褒め言葉ですよね、本当に、ね。褒め言葉ですよ。みんなド変態ですから。うん、まあ、まあまあまあ。いいですよ、もう。代表格みたいな感じですからね。うん、そうだね。みゆーりーさんですね。みゆーりーさん。みゆーりーさんから来ました。あ、1ヶ月ぶりぐらいに聞きます。ずっと聞きたくてたまりませんでした。いや、1ヶ月何してたんだよ、おい。1ヶ月我慢する必要ないでしょう。もうずっと我慢してたんだよ、この気持ちを高めるために、ありがとうございます。ずっと聞きたくなってきたーって聞くってこと。そう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 。ド変態か。ド変態だな。今日ド変態が集まってますね。キーちゃんさんから来ました。行きましょう。コンティニューコイン、コンティニューコイン、チャリン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 、ありがとうございます。お、キャリーさんからですね。パンプキンランティン君。パンプキンランティン君が来ました、ね。ランティン君って誰だわ。ランティン君って誰だわ、お前。もう全然読めないんだよ、ね。パンプキンは読めたんだよ。あ、パンプキンは読めましたよ。パンプキンランテム君だ。ランテム君だろ。ランテム君だ。うん、そうそうそう。あ、キューちゃんさん出ました。うん、ジャネット、でも、手がちょっと違いましたね。どうなの、どんなやりました、お前。オリコース。この手が分からないんですよね。この手が多分違うかもしれない。あ、こうか。あ、こうだ。こうだな。両方だ。両方上だ。あ、うん、あ、こっちの方が面白いんじゃないの。あ、こっちの方が面白いやつだ。どっちも面白いな。ジャキーが面白いな。どっちも、ジャネットの方が面白い。お利口さん、お利口さん。どこお利口されてるわ。え、でもこれ好きな人もいますからね。敵友也が出てきてしまった今や。お利口さん、お利口さん。いや、シェイだよね。関智也はお前、裏ソウインドウシェーだよ。思いっきりパクるっていう。関さん、お久しぶりです。お久しぶりですね。関さんが見てるっていう噂は。
まあまあ、聞いたことはないが大丈夫大丈夫だ。はい、お願いします。コウタさん、笑うということでね、うん。はい、皆さんたくさんメッセージありがとうございます。はい、お願いします。ということで、この番組ではメッセージを募集しております。はいよ。メールアドレスの方、小場翔さんお願いします。それでは行きましょう。メールアドレスは、761@、小文字の F、小文字の M、小文字の K、小文字の O、小文字の Z、小文字の L、全部言うな、全部言うな、おい、やめろ、お前。全部言うな。P じゃないよ、うるさいな、お前。全部言うな、小文字の小文字のうるさいわけよ。最初で言う、最初で言って、さらって読めばいいばよ。最初から言えや、お前。大体わかるだろや。メールアドレスは、761@、すべて、ハングル文字で、FMKOZA.JP。やめんば、お前。なんで全部言おうとする。やめろ、お前。いや、聞いてる。ハングル文字だって余計わからんだろ、お前。なんで言えんばおい。じゃあどんなすればいい。いやもうさらって読めよ、一生メールこない、さらって読めばいいわよ。だってよ、さらって読めばいいんだろ。ああ、メールアドレスはさらっと。バカかお前、バカか、一生メールこねえわ。終わりましたよ、終わりましたよ。さてメールアドレスをいきたいと思います。お願いします。761アットホーム。わお、あったか、あったか、ポカポカ出ましたよ。終わりましたよ。はい、ということで、761アットマーク、すべて小文字で、fmkoza.jp、761アットマーク、すべて小文字で、fmkoza.jp となっております。はい、お願いします。メールを送せな、懸命にギャングマンも捨てるでください。はい。また、FM 小座では、ユーストリームで映像と音声を配信しております。ツイッターも連動してますので、たくさんのツイートをお待ちしております。よろしくお願いします。パン。パン。パンポスパン。パンプキンランテム。はい、お願いします。大きいちゃんから来てますね。関さんにお伝えしておきますね。やめなさい。やめなさい。はいはいはい。関さんに言っても誰かそいつらっていうかもしれない。もしかしたら、ね、うん、はギャングマンモス、うん、みたいなや。誰かそれ。ギャングマンモスですか。もう知ってるでしょ。ネタ放り込んできてるでしょお前。言う可能性ありますからね。メールが来てるんで、メールを読みたいと思います。はい、お願いします。松村香里推し浩太さんからですよ。ありがとうございます。はいはいはい、行きましょう。みんなで言う1米だ。はい、イナートナイト5。これはもう俺が滑ったわけではないですから、ね、これもちゃんとちゃんと他からメール読んでる方が言う。あ、メール読んでる方が言う。まず最初に僕が言います。はい、じゃあ、はい、バーベキュー松村香里の今夜も。で、次みんなで言う。1、米だ。イエーイ。でもコウタさんのせいですよ。うわうわうわ、残念じゃないお前。もう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 それ、もうもうそれはお前、これ SKE の方ですから。あ、 SKE の方か、うん、なるほど。はい、 SKE の歌じゃん、行きましょう。はい、SKE の歌。なんだかちょっと寂しいから私はコンビニに行く、私もコンビニに行く、じゃあ私もコンビニに行く。なんだその歌お前。おやめろお前、なんだその歌。SKE、 なんだお前、コンビニに歌よ。SKE の歌よ。コンビニに行くってなんだもそれお前。ショートカットいいね。 SKE いいね。ありがとうございました。 A で行けお前。どうもありがとうございました。ありがとうございましたじゃねえ。A で言った方が良かったな。うん、え、やべ、なんか続き読めよお前。酔っ払ってるやつ。酔っ払ってるもんお前。今日なんか酔っ払ってる。ダメだろそれは。気分的にね。だって本当に酔っ払ってはないよ。本当に酔っ払ってないんだったらいいんだけど。うん、運転してきたから。うん、ちゃんと。うん。じゃあ次のメール。メールまだ読んでないお前ちゃんと。メール読んでない。はい、続き読みますよ。はい。イナ、トゥナイト5。こんばんは。うん、ギャングマンモス。え、そんな生まってんの。え、よろしくお願いします。モス、パオン、パオ ン, パオン。早速ですが質問です。そんな生まってる。ギャングさんの今昔でも好きなバラエティ番組は何ですか。では続きをどうぞということなんでね。いや、どこの方、どこの方。いや、お前勝手に生まってるだけだな。お前勝手に生まってんだよ。はい、コウタさん、メールありがとうございます。ありがとうございます。バラエティ番組ということなんですけどね、うん、なんかな、ちょっとね、あの、申し訳ございません。こちら今ラジオ番組をしておりまして、ちょっとあのテレビのちょっとね番組の話とか。 OK だと思いますけどね。ちょっとダメですよね、テレビの。
いいですよ。OK ということなんでね。毎回結構 OK でもらってるよ。バラエティ番組の話をしていきたいと思いますけれども、僕が好きなのはね、うん、まあ、特に今好きなのが、絶対に見ているのが、うん、VS 嵐おいジャニーズ VS 嵐が VS 嵐特に好き。まあいいですね、面白いですよね。面白い面白い、あれはもう本当に面白い。たまに本当にもうジャニーズになりたいなと思う時が来ます。僕思うんですよ本当にたまに、うん、うわー、あの幼少期に入っとけばみたいな、キャーキャーよキャー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 言われて楽しいだろうなと思う。本当に楽しいよ本当に。なんだろう、俺毎回見てるやつか、なんかでも昔ほどなんか、あ、昔のもいいんだ。うん、そうだ。なるほどね。昔とかだったらもう歌番とか好きでした。あ、歌番面白かったよね。面白かった面白かった。あ、とんねるずの皆さんのおかげでしたとか。ああ、大好き。俺も毎回見ますね、それは。毎回見るのそれでしょ、うん、あ、ロンハー、ロンハー、アメトーク、うん、毎回見るって言ったら他にもたくさんあります。いっぱいあるんですよね、うん、ほとんどバラエティは見るようにしてますよね、うん、はい、もう今でも昔も大好きですよ。はい、はい、じゃあメール2つ目いきましょう。はい、レオナさんからです。ありがとうございま す, います。おしゃれなチャキーさん、ありがとうございます。いつも面白い小橋さん、こんばんは。こんばんは。はい、今日のラジオは学校の技術の時間に作ったラジオで聞いてます。何それ、え、何それ、技術の時間にラジオ作ったってこと。おう、 すごいや、すげえ。ツイキャスでもミですよ。ミですよって何ミですよって何。いや、書かれてるからね。か10月の20日といえば、うん、あ、お母さんの誕生日でした。忘れてた。あ、いや、やばいです。いや、でも今からまだ遅くないですね。全然間に合いますよ。明日から中間テスト頑張ります。ギャングマンモスさんのラジオ今日も楽しみ。マンモスパオーン、モモ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 、はい、イロハスのね、モモモモの CM それを書いてるつもりじゃないの。そうでしょ、多分そのつもりで書いてんのかなこのメール。あれ、そうだよ。あ、コーリン、あ、コーリン、コーリン。いや、それ、アロハ、コーリン、コーリン、これ。コーリン、コー、オーリン。え、コーリン、コーリン、コーリンってなーに。え、ジャッキーさん、今何時ですか。そうね、だいたいねはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お母さんの誕生日ということで、じゃあ、チャキブチツヨシさんから一曲、お願いしてもよろしいでしょうか。レオナさんのお母さん。あ、ワン。あと、おわん、と、たんたんたんたーん！誕生日。今日は、レオナさんの、お母さんの、ジュンコの誕生日、たーん！ジュンコじゃないですよ。ジュンコじゃないの？ジュンコじゃないです。はい、おめでとうございます。お母さんかもしれないですけど、はい、おめでとうございます。はい。いや、久しぶりに出ましたね。もう、ですね、誕生日みたいに、どんどん、私今日誕生日ですよって言ってくれたら、もう、チャキブチツヨシさんが、はい、もう、歌をお届けしますので。たん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 誕生日を。はい、皆さん、どうしようしますので。よろしくお願いします、はい、今日もチャキブチさんありがとうございました。Thank you。 おっと、またメールが来てますね。あ、いいですね、ありがとうございます。いいですね、はい、行きましょう。こんばんは。こんばんは。そしてお疲れ様です。お疲れ様です。パオンパオン、はい、なっちゃんです。なっちゃんありがとうございます。ありがとうございます。先週は私の相談に乗ってくれてありがとうございました、うん、いえいえいえ。おかげでキーちゃんはちゃんと時間を教えてくれるようになり、私も遅刻せず毎日怒られずに過ごしてますさて話は変わりますが、変わるんかい。来週はテストです。ああ、まあ、テスト多いね。テストの時期なんだろうね。うわ、もう嫌だってよな、テストは。もう本当に嫌です。最悪です。助けてください。ヘルプミー、オーマイゴッド。いや、書いてないよ。お前ガッチョンブリケなんだわそれ、お前俺たち同級生で流行ってるやつを言うなでもギャングさんとモスさんの出ているナイトファイブを見返して励ましてもらえば天才になれる気がします。俺ギャングさんね、俺ギャングさん、うん、お前がマンモスだ、どう見る。いや、お前がマンモスだって。まあでもよ、このギャングマンモスって、うん、まあ後からちょっと話しましょうかね。ああ、はいはい、天才になれる気がします、ね、ぜひ 1% でもいいので応援お願いします。もう涙目ですね。それとチャキーさんの被っている帽子の N って、うん、夏美の N ですよね。おプニプニ、 プニって何なんだよ。最高にかっこいい帽子です。今まで見た中で一番かっこいい帽子だと思いました。
元気出たので、元気出たので勉強頑張れそうです。ありがとうございます。マンモス。では、サイゴマ。なんだわ、それおい。サイゴマってなんだわ。サイゴマ。本当に書かれてるでしょ。チャッキーさんの N は何の N なんですか？これですか？うん、あれですよ。脳みそ。脳みそ。脳みその N です、これ。いいですね。はい。ここ脳みその N になってるんですよね。わかりやすい。はい。ここに脳みそあるんだ。そう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 。わかりやすいな、うん、ギャングさんとマンモスさんということなんですけども、ね。うん、だからギャングさんとマンモスさんですよね。いやいや、もう本当のこと言いました。何ですか、何がですか。このギャングマンモスっていう名前がついた、このグループ名の僕たちの名前の由来が、はい、チャキーの、お父さんがマンモスで、お母さんがギャングで、その子供がチャキーっていうことでね、そっから取ったんだ、僕たちは。じゃないよ。ギャングとマンモスから生まれた子供のチャキー。が俺っていうことで。そうそうそう。だから俺リーダーなんだ。うん、だからお前がリーダー。ギャングマンモスはリーダーだもんな、俺な。そうそうそう。リーダーっていうかもう、背負い始めてる。背負い始め、俺がギャングマンモスなんだ。うん、お前自体がギャングマンモスなんだ、俺はじゃあ。ギャングマンモス。お父さんがギャングでお母さんマンモス。そうそうそう。うん、だギャングさんとマンモスさんっていうのはだからもうチャキーのお父さんとお母さん出ているってね。そうそうそう。どういう過程よ。恐ろしいな。何のハーフだもん俺。おっとたくさんメッセージが来てるんで、うん、ちょっと読んでいきたいと思います。読んだ後に、曲いきましょうか。はい、曲いきましょうか。はいはいはい。おっとたくさん来てますね。あ、お、これは楽しいですよ。パンプキンが。お、出ましたね。うん、キャリーさんからですね。キャリーさんから。お、ありがとうございます。パンプキンランターンモス。な、マンモスって言った。パオン。ランタンモス。パオンですね。パオンじゃないよ。なんだこれは。なんかこれマジムズいやつさ。なんなんだよこれは。コウタさんですね。忘れた。ギャングマンモスさんはチームゼロだ。え？チーム O かな。O だ。O か。チーム O だ。沖縄吉本の芸人で AKB48 をもじって作りました。うん、ONY48 です。 ONY ギャングマンモスさんの想像の SKE の歌、うん、面白いです。あチャキーがさっき歌ってたやつ、ね、俺歌ってない。やそれは俺たち二人のこと言ってるから。ギャングが歌ってギャングマンモスさんは俺だけじゃないから、ね、一応ごちゃごちゃなっちゃうから。夏さんですね、はい、メールの最後の文章を間違えました、うん、気にしないでください。あ、何でしたっけ。最後ま、最後ま、最後まです。うん、キーちゃんさん、やっぱりチャキーさんが時刻言うの好きです。え、時刻言いましたっけ俺。え、今何時ですか。そう、俺大体ない。今日は言ってないです。時刻言ってないですよ僕一回も。まあ聞こえてるんでしょうね、キーちゃんさんにも。そうね、大体ねで時間がもう聞こえてるんです、まあ、そう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 、すごい能力だ。素晴らしい。あ、レオナさん、チャキーさんありがとうございます。純子ではないです。あ、嘘でしょ。いや、そりゃそうよ、お前全員純子。お母さん全員純子じゃないわ。じゃないよや、お前。あれ長渕のお母さんだけで。長渕のお母さんでもないよ。長渕のお母さんじゃない。長渕の恋人の話だ。あ、そうなんだ。ハイビスカスパーティーユーカーから来てますね。あ、ユーカー。もうユーカーからメッセージが来るのは本当に嬉しい。うん、イエーイ、ユーカーだよ。知ってるよ。ねえ、二人とも太った？嘘でしょ。俺はよ、太った。まあ俺も太ってきてるな。うん。うん、でも意外に見たら普通かもよ。だからゆかおいで。あ、まあや一回や、うん、家遠いけど。本当に遠い、うん、だからこっちまで呼ぶのが心苦しいんだよな。みんなであの一緒に楽しくラジオやりたいけど、まあ来れる日に本当に来てください。お願いします。あなつさんを脳みそ、あ、これ、ね、かっこいいです。脳みその N ですか、うん、かっこいい。けいちゃんさん、うん、脳みその N なんですね、うん、わら。こうたさん、あ、ゆかさんからメール来てるよ。わかりますよ。お前が言わんくても分かるわ。いや、待ってよ、お前。なんでこんな強えば、お前。なんでこんな強えば、急に。あ、レオナさんですね。豪華なかぼちゃ、トリックオアトリート。は？はぁじゃないよ、お前。何、あれだ。トリックオアトリート。あ、そう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 。あの、お菓子あげんといけないやつ。そっか、そっか、そういうことか。なんて意味だったっけ。お菓子ちょうだい。お菓子ちょうだいじゃない。なんだろう。お菓子ちょうだいじゃないと思います。あれですよね、お菓子くれないと。お菓子かいたずらどっちですか。ああ、なるほどね。トリックオアトリート。トリート、あ、トリートがじゃあお菓子ってことなんですか。トリックオアいたずらみたいな感じで、すげえ初めて知った。なるほど、すごいすごい。いや、18年間生きてきて、ね、また盛り上がるんじゃないですか。このいや盛り上がりますよ。今回の何ですか。11月10月31日、何だ。ハロウィン、ハロウィン。いや、ハロウィンはハロウィン。ハロウィンはハロウィン。
難しい、ツッコミって難しい難しいやつ、キーちゃんさんですね、短時間に2回もプニプニ、時刻言ってくださりありがとうございます。言ってないんだけどな時刻言ってないんだけどな。お、ミスさんですね、私のお母さん純子です。純子おー純子、はい、レオナさん、ちなみに自分お母さんの名前は純子エンコ、その子で大体分かるとね。その子だ、これ、これでエンコだと大変失礼しました。まあそうだよね、本当に。いや、その子だと思うよ。大体分かるって俺、うん、って思ってるからや。じゃあ、ここで、はい、曲いきましょうかね。一旦曲いきまして、その後そのまま CM ということで。はい、行きましょう。はい。そうしよう。お願いします。それでは行きましょう。はいはいはい。今週のファーストナンバー、君に決めた、どうしたの？ごめんなさい。君に決めたってなんだもんお前どれかなって本当に見てしまった。もう聞きたかった、やば、聞きたかった、もう一回本当に申し訳ない。いいよ、聞きたかった、聞きたくない、全然聞きたくない。君に決めたってなんだもんって後からもう教えるから、うん、大丈夫大丈夫。なんだろう、君に決めたってなんだもんお前本当に申し訳ないけど、君に決めたってなんだろう、おかしいだろ。受けますね。君に決めたっておかしいだろお前。いや、なん君に決めたっていや、おかしくないよ。ポケモンか、お前。ポケモンのサトシケンやん、君に決めたっていうの。いや、俺、ポケモンのサトシじゃないよ。曲選んでただけだよ、お前。もうサトシじゃないだろ？おぉ。お前、誰だ、お前。小橋！そう、お前は小橋！そして、お前はチャキ。そう、そんな俺たち。これ、一生見つからんやさ、この落とし方が。でも、受けますよね。うん、この落とし方が一生見つからん。あ、楽しい。みんなにこの楽しさ伝わってるから。伝わってないんじゃないかな、これ難しいな、ラジオって難しいな。難しいよラジオはね、慣れないもんだよ。はいはいはい、じゃあ今週のファーストナンバーいきましょう、うん、君に決めたワンオクロックで Let's take in somebody day もうとっくにハマってるよって方が多いと思いますけど、ワンオクロックね。はい、もう今見ると僕ハマってまして、かっこいいね、うん、ルローニケンシン最近見直した DVD をね、もういいところでめっちゃかっこいい曲流れ出してました。もうそれからもワンオクロック好きになって、ギタースンのどうしよう、ダーダーとバルバルソフトに笑ってるんだね、面白い、かっこいいな。ルローニケンシン見た、見た方がいいです。俺マジで本当に、うん、本当に見た方がいい。なぜ皆さんがよ、うん、映画見に行く時間があるかわからないのか、うん、映画見に行ったことないわ最近。映画を見に行く時間がない、うん、あ、家で DVD 見る時間もない、うん、マジな、漫画読む時間もない、はやばやばやばいやばい。皆さんがどういう効率で、テレビしか見れない。テレビは見れる。はいはいはい、テレビは見てる。漫画とかはもう、あ、その時間にいたもん。DVD を当てはめたらもうテレビが見れなくなるから。いやだからテレビは見せる。なるほどね。子供っちがいるっていうのも大きいけど。ああ、そうね。基本はもう、持ち帰ったらポケモンか。ロカウチしかも。あ、今はポケモンにハマってる。ポケモンロカウチ。やばい。ニンニンちゃん。やばい。やばい。ヌーベイとかも見てるけど、DVD なんか知らんけど、幽霊も好きだから。ルームの天使は魔女面白いから言うよね、魔女面白い。あれはもう漫画読んでる人も読んでない人も面白いと思う。あ、ルームの天使、うん、ちょっとにさんだな、もう神木隆之介くんだよ、うん、超かっちょいい。奥義でない、奥義。奥義で、一応。奥義。でもあんな、なんて、なんか、何流だ、飛天御剣流。飛天御剣流、奥義。天かける竜のひらめき。そう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 。そんなの一番かっこんなのもなんかよ。茶を出していいじゃないよ。じゃないの、天かける竜のひらめきだ。ああ、天かける竜のひらめきか。いや、そんな。天かける竜のひらめきだ。いやいや。てか、じゃないわけ。そんなイメージはしてない。じゃあこの必殺技だけでチャー倒してじゃなくて、うん、もう剣の太刀でやられてる。
決戦とかね、はい、でも最後の最後だけパーンってやって来てるね、全部アモだけで龍が開いてるだけだろ。あ、なんかだからそのかっこよさ、なるほどね、うん、あんな大げさやなんか漫画みたいな、あまくてみんなだけザーンじゃないんだ。そうそうそう、だからめっちゃ飛んでから、うん、ワイヤーとかで釣られて、あー一旦見つめてねー、あまかけの竜のひらめきだーザーンって言うかじゃないわけこれはいっぱいお前尺使うけど、じゃないじゃないわけじゃない、もうちゃんともうバン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 ってやって、最後最後にクシッそうそうそう、その前にちょっと回る、あーなるほどね、溜めてマジタイムはこれで待ってる。皆さん最近見た映画もしくは DVD でおすすめなのがあれば教えてください。お願いします。あれも見てんのよ、寄生獣。あー面白そうだね。お前はもっと素晴らしいやん。うん、もう半年は行ってないね。行ってないかもな。うん、うん、そうだね。俺今月1回しか行ってない。知ったんかい。もうすごいことだ。俺がな1回しか行ってないっていうのは本当にすごいこと。なんかあんまり行こうっていう気もならんくなってしまった。ちょっとだから本当にルパンが触りたかったんだけど、あー、行けない行けないってなってたけど、結局なんかこのルパンのあれが過ぎて、うん、ブームが過ぎたというか、このはいはいはい俺の中で過ぎて波がね、うん、へえ。いいかな。あー進撃の巨人の後編ね。なるほど、いいですね。あ今でやっぱバックマンやってるやん。あバックマンみたいな、バックマンみたいな、いやあれだよ、傭兵。ああバックマンが一番みたいのは。トゥナイトファイブ。さて引き続きギャングマンモスのトゥナイトファイブをお送りしております。はいよ、時刻は23時32分を回っております。はい、お願いします。お願いしますね。メッセージを見たいと思います。はい、お願いします。レオナさんから来てますね。新喜劇じゃなくて進撃の巨人の後編が見たい。あーなるほど、うん、新喜劇も見たいって言っていいと思いますけど、ね、一応やじゃなくて新喜劇が見たくないみたいになっちゃってますから今の文章的にね。あミスーさんですね。最近ってか、うん、天の茶漬けを見ましたよ。しかも人探しをするって3回も見ましたよ。めっちゃ楽しかったですよ。お二人は見ましたかということですね。いやーたまたまね、ちょっと時間はなくて見れないんですけどね。そうですね、まあ、出てる人たちが素晴らしいっていうのは分かるんですけどね、うん、同期が出てる映画をあんま見る気がしない。3回見たってすごくない？だから素晴らしい、本当に。3回はすごいよ。DVD が出たらね。そうですよ。旧作になったら多分。旧作でやっと見る。誰かが買ったら借りる。いや、待てよ、お前。どん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 良くなくなってるよ、お前。テレビでやるときに。見る。録画するはず。するはず。いやいやいや、面白い作品となってますからね、はい、ぜひ皆さん見てください。見ましょう、うん、それでは久々にあの大人気コーナー行きましょうか。行きましょうか。このコーナーはね本当に楽しい本当に楽しいコーナーやってきますよ。お前は楽しそうだけど俺めっちゃ大変なんだからな。これまあまあまあ頑張りましょうよ。はい、それでは行きましょう。大人気コーナーです。天才ツッコミゴヤチャキーのストーリージャック。
さて久しぶりにこのコーナーがやってまいりましたよ。そうですね、うん、ちょっとね今ねツイッターで、はい、今から大人気コーナーだよって言ってちょっと宣伝もしますのでねツイッターでこのタイミングで宣伝をすなお前、はいはい、もうたくさんの人が聞いてくれると思います。ねえもうこのストーリージャックという大人気コーナーをですね大人気大人気押すなお前ははいはい、この昔話に、うん、チャキーがどん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 突っ込んでいくという、うん、はい、もう本当に楽しいコーナーになっております、うん、はい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 、ね、それでも最後あれですかね、うん、あのハッピーに終わらそうということで、まあまあまあ、まとめて突っ込みますからね。そうですよ、はい、ただの悪口になりませんのでならないから、はい、最後も全部突っ込んだ後にもチャッキーがもうまとめとして ね、うん、バシッと決めるんでね、はい、それでは皆さん最後までお付き合いください。ストーリージャック始まり始まり、うん、なんで2回言ったもん。昔昔なんで2回言ったもんお前。あるところに。どこや、あるところっておじいさんとおばあさんが住んでいました。いや、おじいさんとおばあさんは誰かと住め。二人ぼっちでした。寂しすぎるだろ、なんか二人ぼっちって。子供がいなかったので、ああ神様にお願いしました。いや無理だよ、や無理に決まってるだろや。子供をください。無理に決まってるって、ね、神様に何お願いしてるわ。お願いします。お願いしますじゃないよ、無理って言ってるだろ。小さい小さい親指くらいの子でも結構です。いや、ダメだろ、それは、お前。どうぞ、子供を授けてください。いや、保育器入れんといけんのよ、もうそんなちっちゃい子供あったら。すると、本当に小さな子供が生まれました。いや、生まれるわけないだろ、お前。おばあちゃん、どうやって産んだわ。おじいさんの、うんこ。親指くらいの男の子です。いや、知らんよ、おじいさんかおばあさんの親指かどっかは。ちょうど。ちょうどとかどうでもいいわ。どうでもいいや、ちょうどの大きさは。一寸法師とないう名前をつけてやります。いや、名前出ささよ、や名前出さ。ある日のこと。いつや、ある日って。一寸法師は何、おじいさんとおばあさんにこんなことを言いました。いつから喋るようになったわ。私も都へ行って働きたいと思います。いや、知らんよお前、無理だよ、ちっちゃいから。さあ旅の支度をしてください。いや、早さよ、や。自分で知れ。自分で知れや、そんぐらい。そんぐらいできないと働けないよ。そこで、おじいさんは、一本の針で、一寸法師に、ちょうどぴったりの大きさの刀を作ってやりました。いや、何がしたい、おじいさん、おい。おばあさんは、何食ってんの、こいつ。川に浮かべて、はぁ、一寸法師の乗る船を作ってやりました。歩けや、お前。どうやってこぐば、お前。ほら。ほらじゃないよ、誰だ、お前。この、お箸で、船をこいで。出させや、おい。いじめられっこか、おい。水ちょっぴんかけたら、死ぬよ、こいつ。では、行ってまいります。行ってまいりますじゃないよ、行くのが早いんだよ。バーイ。バーイじゃないわ、なんで急に英語使ってれば、お前。一寸法師は、上手にお椀の船をこぐと。いや、知らんけど上手かどうかは。都に出かけました。知らんよ、都ってどこだわお前。そして都に着くと。都うるさいな。一寸法師は、一寸法師名前ダサいんだよ、だから都で一番立派な家を訪ねていきました。どうやって気づいたお前、それ前からリサーチしてたんか、こうお前は。頼もう。頼もうじゃないよ、声でかせよ、やちっちゃくせに声でかせよ。はーい。はーいじゃないよ、何。あれ、出てきたお手伝いの人は首をかしげました。ああ、それはそうだよ、見えないんだろ。おや、何、指くらいの子供がいる。デジ怖いよ、や。ここだよ、ここ。デジ怖いよ、や、マジで。手伝いの人は玄関の下駄の下に立っている小さな一寸法師をやっと見つけました。いや、それはそうだろうな、お前ちっちゃいからな、親指くらいだからな。なんてまあ小さい子だろ。お、産み潰されるぞお前。そして一寸法師は、うん、その家のお姫様のは重りになりました。なんだ重りって、重たいってことか。なんだ重りって。ある日のことです。なんだ重りって。一寸法師はお姫様の重りとして、なんか重りってなんだもん。お寺に邪魔ってことだろう。お参りに行きました。いや、重り、お参りと重りが似てて意味がわからなくなってる、ね、するとその帰り道、いや、どういうことかよ、突然2匹の2匹の
鬼が出てきた。鬼が出てきた。おい、都には鬼がいるのか。鬼は、鬼はじゃないよ。なんだこいつ。お姫様を見ると、ああ皿を落とします。いやスケベ。おいおい、ド変態鬼。おいやめろ鬼、ド変態。さて問題です。さて問題です。鬼は何、お姫様をさらって、何をしようとしたでしょう。いやもうやらしいことしか考えられないもん。やらしいこと、やらしいことというのは具体的に説明を。いやいや、だからもうね、お姫様の着物を脱がしてね、まあこちょこちょしようとした。ブー。死なすよや。待て。死なすよや、マジで。待て。何が待つかや。一寸法師は。なんだお前。おじいさんにもらった針の刀を抜くと。針の刀じゃない、針は針だよお前。鬼に飛びかかりました。飛びかかって勝てるわけないだろ。で俺だお前。バッチだよ。バッチでプチだよ。虫みたいなやつだな。そりゃそうだな、ちっちゃすぎて。親指だろお前。虫だろ。鬼は一寸法師をひょいっとつまみ上げると。いや潰されるおい。潰される。丸飲みにしてしまいました。いや死んだ。お前死んだ。一寸法師死んだおい。一寸法師死んだ。鬼のお腹の中は真っ暗です。いやまだ生きてたぞお前。胃液で死ねお前。一寸法師は針の刀を振り回して。いや刀じゃない、針は針だおい。お腹の中を刺しまくりました。いや鬼かお前。お前が鬼だわおい。胃液で溶けろお前は。あが。あがじゃねえよ。なんで大きなの。なんで大きなの鬼だわこいつ。なんで大きなの鬼だわこいつ。あがかかかじゃないよ。あがじゃねえ。なんで大きなの鬼だわ。いや死にたいよ。いや完全に大きなのやつやね。あががじゃねえよ。あがじゃねえよ。あが。あ、何回言うわよ、あが。ゲージ痛かったやつに、お前。あが。なんだ、このリズムは。あが、あげ。あげじゃねえ。何してるお前。犬じゃない、鬼は何してるもん、お前。困った鬼は、慌てて一寸法師を吐き出しました。いや、病気だ、お前、それ。胃液がなんかなってる病気だよ。よし。今度はわしがひねりつぶしてやる。あ、もう一匹の鬼がね。一寸法師は、針の刀を構えると。今度は、その鬼の目の中へ飛び込んだものですから。いや、鬼かお前、マジで。鬼は。鬼はじゃないよ。びっくりです。びっくりですじゃねえ。なんだわ、びっくりですって。普通の表現すんなよ、鬼が。あが。あがじゃねえよ。なんで沖縄のやつだろ、これ。あが。一寸法師沖縄の話じゃないだろや。あげじゃねえよ。なんで気づいてないば。どこであげってなったばお前。なんで気づいてないば途中で。二匹の鬼は逃げ出してしまいます。いや弱そうや。ふん、これに懲りてもう二度と来るな。いやいや来るよお前。あいつすぐ倒せるから。おや、これは何でしょうお姫様。何何。鬼が行ってしまった後に不思議な小槌が落ちていました。いや急にお前。落ちてるわけないだろ、まあ、お前。これは。打ち出の小槌というものですよ。なんだばそれを。トントンと振ると。トントンと振るかお前、ブンブンって振れ。トントンと振ると。ブンブンって振れって。何でも好きなものが出てくるのです。いや、なんだばそれを。そこで一寸法師は、お姫様に頼みました。なんて。私の背が伸びるように。いや、コンプレックスひどさよや。せいでろ。せいでろ。出るわけないだろ、お前、せいでろって。そう振って、ください。いや、トントンって振れ。お姫様は喜んで、いいよ、喜んで。打ち出の小槌をトントンと振りました。どっちだば、お前、トントンって振ったり。ヒーデロ。いや、セーデロじゃないばや。ヒーデロ。ヒーデロじゃない。面白くなっちゃうやし、そいつら。お姫様。セーデロですよ。それはそうだ、お前。お姫様がおるよ、それは。ごめんなさい。は？何普通に謝ってるもん、お前。ごめんなさいじゃねえ。もう一回やりますよ。ああやれよ早く。セイデロだよ、はい。ヒーデロ。ヒーデロじゃないっつってたら面白くなる。面白くなるだろお前、ヒーデロっつったら。お姫様。うん。セイデロです。いや、なんだわこれおい。ごめん。死なすよや。死なすよお姫様。セイデロって言えや。すると、不思議なことに、一寸法師の背は、振れば振っただけ。ぐん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 親指からぐんぐん親指の細さで誰に親指の細さお前ポキポキ折れるぞ体誰にも負けない立派な男の人になりました。でも針しか持ってないこいつ。そして大きくなって針しか持ってない。どうやって倒すの。そしてフェンシングかお前。
お姫様と結婚して、うん、なんで急によや仕事も頑張り意味よや大変大変ってなんだお前出世出世ってなイントネーションおかしいだろお前したということですめでたしめでたしいや全然めでたしめでたしじゃないよやなんだわ急に出てきて急になんか張り戻されて戦いに行けっておじいさんとおばあさんの話はどこに行ったおじいさんとおばあさんまた二人ぼっちになってるだろ結局なんか身長大きくなって親指のまま大きくなって細いやつが張り持ってるだけでなんだわそれおいでも結局お姉さんってお姫様守るからねこいつはねとってもいいやつなんだろうなああもう本当にいい話だめでたしめでたしありがとうございました。なおためなお姫様でしたね。ああ、ね、楽しかった楽しいねやっぱりこのコーナー。いやお前が勝手な話付け足してるからね。あ楽しい楽しいですよ本当にもうチャキューさん天才ですね。いや小林さんのボケあってですから。いやキーちゃんさんストーリージャック、うん、久々ですね楽しみにしてました、うん、ありがとうございます那須さん初めて見るワクワクしますコータさんも笑ってきてますね、うん、ありがとうございますあキーちゃんさん小場翔さんのツイートリツイートしましたありがとうございますこれでねもう人が増えればと思ったんですけどね一、うん、人も増えずそのまま閲覧そのままということなんですけどね俺のツイート力のなさよなさだなお前のはい那須さんですね鬼って引きって数えるんですねそこ気になったか確かに確かに確かに、うん、人鬼は人っぽいよやまなもう哺乳類だから多分、うん、一角とか一角、うん、お前2本あったらどうなるわあいつ三角いたさえみたいないや全然分からなくなってるやん三角いた全然分からなくなって結局何匹よってなるやん人じゃないもう人だよや鬼はや、うん、キーちゃんさんアガいいですねいや言うわけないだろアゲいやなんで急になんか気づかなくなったわレオナさんシニバークショーありがとうございますキーちゃんさんお茶目なお姫様です、ね、本当そうですよね本当にもう聞いてる聞いてるしか言わないもん、チャキーさんさすがですナツさんチャキーさん大変そうですねなあそうなんですよこれでね僕も、はい、スキルアップと言いますかねもう本当にこれで僕も強くなっていくんですよね本当に楽しいですよね、うん、ああメッセージも来てますねありがとう、はい、あ以上ストーリージャックのコーナーでした皆さんまたありがとうございましたはーい、じゃあメールが来ていることなのでメールを読みたいと思います、はい、お願いしますん僕ですかあ僕ですよねいや確認してません僕はいつもこんなことばかり考えていますえだから友達もいないしいや悲しすぎるよ最近暗い顔ばかりしてるじゃないですかいや知らんよそれはなんか楽しいことないかないや知らんラジオ聞けばいいんだよそれはでは川に洗濯をしに行きます、ね、いや桃太郎かお前あギャングマンモスさん大好きですそつけヨギシコジャパンでした。ああやっぱりな。ヨギシコさん。やっぱりな。いや、ありがとうございますね。楽しそうだけどな、毎日。死に楽しそうよ、この人の。フェイスブック見る限りでも。やばい、マジで、うん。いつも出てくる、あの女の人は気になるけど。女の人、あ、若い。あ若い女の人か。ああ、気になるね、ちょっとね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、一旦ここで CM 行きましょうか。あ、一旦挟みましょうか。はい、じゃ一旦ここで CM でーす。何ですか？僕ですね。今回のスゴフェスでレイディーが当たりました。いや、知らんよ。ありがとうございます。知らんよ。すごい。レイディーが当たっちゃいました。トレックやってる人しか知らんよ。ワンピースのね、アプリのゲームがあるんですけどね。ペンスさん、トレックやってますよ。やってない。いや、面白いっすよ。何でですか？ワンピースが豆。はい、知らなかった。あ、知らなかった。もうそこないっすよ、全然。
最近はもうパズドラぐらい。ああ、やっぱりね。やっぱりパズドラはすごい、本当に。課金してるんですか？課金は一回もしないで、ただちょっと飽きてきてるんで、ただただログインだけやって。ああ、ログインボーナスみたいな。で、今はもう110個ぐらいかなって。宝石ですか？宝石。やば。やばいんだ。やばいだ。あ、だから水の宝石は110個。やばいな。やばいぞ、それは。やった方がいいです、トリクルも。ワンピース好きですか？あー、まあ好きです、ね。まあ好き。まあ好き。まあまあか。なんか面白いんですか？もう面白いです。もうワンピース好きにはたまらない。イベントがあってね。トゥナイトファイブ。さて、ギャングマンモスのトゥナイトファイブ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。はいよ、皆さん、たくさんメッセージありがとうございます。今日はね、メールもいっぱい来ましたね、うん。本当にありがとうございます。ありがたいですわ。本当にありがたいですよね。いや、皆さんね、僕たちの第2コーナー、ストーリージャックね。はい。聞けてよかったですね。いやね、またね、近いうちにやりましょうね。あれだからもう録音してからね、僕はもう会社に行くまで聞きたい。ハッピーになりたいもん、朝のあの憂鬱な時間を。朝仕事に行く憂鬱な時間に。そうそうそう、もう集中して聞きたいわけよ。な、俺呼んでるから、なんていうの、入ってくる言葉と入ってこない言葉があるわけよ。あるね。たまにこう、待ってる時あるもんね。あ、そう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 。だからもう笑いたい、本当は、もっと。誰かもだから演奏さんに読まそうかな今度から。お前何するわ。俺も聞きたい笑いたい。聞きたいじゃないよ。あのコーナーもボケろよお前も。本当に楽しい。メッセージ読みたいと思います。じゃあこの辺からいきましょう、はい、レオナさん、小林さんのボケもチャキーさんのツッコミもめっちゃ面白いです。ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがたいですわ、うん。あ、じゃあ、 CM 中だったんで、ちょっと僕は自慢をしたいと思います。お、自慢。僕ですね、今回のスゴフェスでレイディーが当たりました、ありがとうございます。よいしょよいしょじゃないよ。トリクルやってる人しかわからんてば。なんだもそれ、お前。何度もちょっと手拍子してれば意味がわからん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、キリちゃんさん、そうでした。小葉翔さん、トレクルハンターでしたね。そうですよ。いや、チャキーもですよ。チャキーもやってるんですけどね、小葉翔ほどではないんですよね。まあ、レベルが違いますね。暇さえあるボールもう。すごいよね。トレクルばっか触ってる。レベルの上げ方がすごいよ。あ、もう半端じゃない。半端じゃない。もう完全に置いていかれましたからね。もう置いていかれてるよ。はい。追いつくのは一苦労だよ、あれ。一苦労。だから一苦労で、この一つ、この、まあ、このね、あの、スゴフェスとかで、あの、ハンコック取るのが俺の唯一の自慢。あ、まあ、ハンコック取れたのがね、一番の自慢。ハンコックは本当に目の保養にいいかね、素晴らしい。能力もいいしな。攻撃力も高い。じゃもういいよ、トリクルの話は。でも、ハンコックも欲しいです、本当はね。夏さん、モンストとツムツム派です、うん、うわ、どっちもやってないな。面白いらしいね。ツムツムとかもう超人気です。モンストも、ね、超人気だ。ツムツムはあれでしょ、もうみんなやってるでしょ、本当に。みんなやってるよ。トレクルなんてや、マジでや。まあみんなやってるよ、みんな。トレクルもでも少ないだろうな。でもツムツムに比べたらや、うん、モンストはちょっとやってみたいんですけどね、今もちょっとトレクルで手いっぱいです、ね、手いっぱいです、うん、レオナさんですね、今日も楽しかったです。小林さん、チャキーさん、お疲れ様です。まだだ。まだやってる最中だぞ。いや、ありがとうございます。キーちゃんさん、私もツムツムやってます。ツムツムはね、高校生でもツムツムとか多いかもね、うん、おいおい、もう女の子も男の人もやってるよ、ツムツム。ツムツムやってますよね、すごい、本当に、うん。トリクルもやってほしいんですけどね。トリクルぜひ皆さんでやってね、あの、はい、友情ポイントみたいなのもありますからね。友情ポイントというか、この友達同士でしかできないゲームもあったりするんですけど、まあ、トリクルのね、今宣伝じゃないですけど。はい、ということなんですけども、はい、なんか告知か何かありますか？いや、告知はですね、あ、今週の23日ですね。はい、あ、来週か。来週の、あ、今週、はい、今週だ、うん、今週の金曜日23日、はい、給料日です。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、僕からも告知です。はい、僕もですね、10月23日金給料日です。あ、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということですけどもね、今日、はい、今週もまあ、はい、よろしくお願いします。来週金曜日は毎週と飲みたいということで。はい、ということですけども、ということで、まあ、今週のトナイト5ギャングマンモス火曜日は担当しました。あ、待ってくださいよ、うん、待ってくださいよ。はい、大丈夫ですよ、はい、ということで、ゆっくりで、はい、ギャングマンモスのトナイト5、はい、
以上となりました。はい、ありがとうございました。明日はですね、飛び出せマーメイドとなっております。ぜひ明日も皆さん聞いてください、うん、ということでギャングマン、はい、あ、メールいつ来てます。じゃあ駆け込みでメールが来てるということで、メールを読みたいと思います。はい、はい、僕のフェイスブック見てくれているんですね。わーいわーい、嬉しい。棒読み、棒読みやかましいわ。よぎしこジャパン、やっぱりな。やっぱりよぎしこジャパンでしたか。はい、ということで、いやいやギャングマンモスのトゥナイトファイブ以上となりました。よいしょ、明日は飛び出すマーメイドとなっております。はい、ということでまた来週も聞いてください。さようなら、バイバーイ。まーす、よいしょ、皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後のコーナー行きましょう。お疲れ様でしたのコーナー、よいしょ。はい、行きましょう。夏さんですね、つむらですよ、つむら、お疲れ様でした。レオナさんですね、おめでとうございます、給料日お疲れ様でした。キーちゃんさんですね、給料日の告知される芸人さん初めて見ました、お疲れ様でした。お疲れ様でした。キーちゃんさんですね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。コウタさんですね、お疲れ様でした。また来週も聞いてください。バイバイ。なっちゃん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。もう終わってです。よいしょ。